あ、で始まりました。もちチャンネルです。さあ、カズオ。こんにちは、カズオではす。い。ではですね、去年の模試、様々な結果があるということで、はい。今年受けてなかったから、もう第1回全答。あ、はい。何の模試ですかって来たからね。何の模試ですかじゃねえ。共通テストの方は日付把握してなくて、もう、めちゃくちゃびっくりしちゃったんですけど。もう2浪目に今突入しておりますんで、はい。現役も一浪も、立教受かってんだもんね。そうです。はい。だからまあ結構ね、出来はするんで、結果見ていきたいと思います。で、現役が立教と法政だもんね。受かったらそうです。やばいやばい、はい、これが第2回ベネッセ駿台記述模試10月、うん、国数 A、 これが現役の時、現役ですね。学校で受けたやつですね。学校で受けた時、学校の1位とかは取ってんだね。まあそうですね、まあ僕は専学校かって言われると私立だったんで、いろんな人がいるところだったんで、あ、まあまあまあ、はい、なるほど。国数 A 文系が600点中381で、偏差値 67.6。 これ記述っすっけ。記述です。記述ね。なるほど。偏差値 67.6 で、で平均222で、これだって学校1位だもんね。あ、でも少ない、ポスト少な、本当にポスト少な。同じコースの1学年100人いないんで、うんうん、あ、まあ、しかも国数 A っていうのがあんまいないよね。そうですね。で、国 A 文系になった場合だと400点中228点で、偏差値 65.9 で、校内これでも1位なんだ。英国でも1位だ。で、国語が200点中96点、偏差値 55.7、 うん。現代文が100点中62、現古の方式になると200点中89になるということで。はあ、なるほどね。現代文が結構2位ですかね。まあ、どちらかといえば、はい。現代文の方が得意です。うんうんうん。そして数学 Y っていう方式だね。満点が200点で、153点で、おぉ、偏差値70.4、平均が69。まあ、数学は差がね、すごいんでね。校内偏差値だと 78.2 っていうかね。そうだったんだ。はい。で、英語が200点中132点で、偏差値71、平均点61ですから、なるほど、校内1位ですよ。偏差値 78.2 で。これ10月って言った？ 10 月ですね。なるほどね。この時からもう目指してたの、その早稲田とか。ああ、もうそう、はい。目指しました。なるほど。早稲田を目指してたけど、早稲田壁は使った。はい、うん。多分この時も学力としてはそんな高くないと思うんですよね。うん、ね。京手模試とかも悪くて凹んでた。うんうん。記憶が、そういう現役で受けて、はい、で受かったのが立教のどこ？立教の法学部、法律、うん、で社会も受けたんですけど、うんうん、そこは落ちてるんですよ、うん、あと法政も法学部、うんうん、法律学科の T 日程かな、うんうん、なるほど。一番最初に受けに、いやー、なんかもったいないね。現役でもう受かってたんだ。合わせるの壁ってことだよね。いや、本当にそうですね。慶応考えなかったんだね。多分自分も慶応の方が受験戦略的には合ってるんだろうなって思ったんですけど、全く興味を示してなかったっていうか、全然気にしてないところだったんで、かといって両方受けて2等もの1等もやすいじゃないですけど、どっちも受かるとか慶応受かるかって言われると、そのポテンシャルはなさそうだなって思ったり。慶商とかの方が全然可能性ある気がするけどな。慶商社会があって A 数社なんですよ。まあ受けるとしたら A 数小論文の経験ぐらいかな。ああ、そういうことか。そっかそっかそっか。と相性が数学受験とちょっと悪いかな、うん、みたいな。うん、わかりました。じゃあ次の模試いきましょう。はい。次が浪人時代。浪人時代第1回ですね。5月に受けたやつですね。なるほど。浪人時代の前頭記述模試ですね。英語が200点中143点、偏差値67.9、学力レベル S じゃん。順位もだ156,190人中8213だから、そんなに、かなり取れてるよ、うん、で数学2型っつうのは多分数 1A2B までのやつですかね、うん、200点中179、もすげえ取れてるじゃん。この時はまあそうですね、前頭のレベルだってのもあるし、うん、まあちゃんと落とさなくて、うん、偏差値 76.9 で学力レベル S ね、平均 65.2 で、だってこれもう全国のやつだと141位だったからね。国語が苦手なのか。そうですね、明らかに国間が102点、偏差値 55.3 で学力レベル B だもんね。順位が 26,757 だとか、だいぶ下だから。ただやっぱ全体総合次第文系型で、偏差値 66.7 でほら S だし、ね、総合2文系 S ってなってるから、やっぱすごく出てた。で、早稲田法学部も D 判定だったんだ。ね、あ、まあ、多分これは国語の相手も高いですし、取れてないとダメだよって。社学も D 判定。
だったし、商学部も D、うん、慶応経済 A だけどそうなんですよ、書いたの経験 A じゃん、受けなかったんだ。そうですね、もうすごい迷ったんですよ、このこれが出て、うん、ですけど、その拓郎ってのもあって、小論文どうしようっていうのをすごい考えて、うん、松原さんに相談してください、小論に関してもったいない経験で A 作できんの、 A 作できんの、 A 作はぼちぼちですかね。うん、それできんだったらめちゃくちゃ強いからもったいないわ。立教法 C なんだけど経験より下じゃん。そうですね、まあやっぱ国語あるかないかの差ですね。でもまあ受かったわけだからね。そうですね、そうそう、立教社会 B で中央法学部 C とで一浪して受かったのが、はい、立教の法の社学と経済、うんうんうん、法社学経済ね、なるほど、そういう感じだったわけですね、うん、じゃあ確かになんかもったいない感じはするわ。青学だ、青学法学部 B、 青学受けなかったの、受けなかったです。締め切りがすごい早くて、確か、うん、国政で受けようとすると全日程になっちゃって、うん、入学金の締め切りが早いなってなった、うん、なるほどね。なんだかんだ、ちょっと数子と似てるんだね、受けてる感じが。名前だけなら数学受験で。で、法政が法学部の T に行って、これも受かったとこでしょ、現役に受かって、うん、その後にもしでも受かった。もしでも A 判定ですね。はい、という感じですね。まあ、なるほどね。この時は確か期待しちゃって、出たんですよ、うん、初めての浪人でしたし、うん、初めての浪人、普通はみんな初めての浪人で終わるんだよそう、それでどんなもんかなってなったら、うん、早稲田全部 D でちょっとショックだったっていう。これが前頭2回目、はい、これ何月だっけな、9月頭だったと思いますね、うん、英語200点中163点、学力レベル S、 偏差値 72.9、 やっぱ高いね、うん、ちょっと全国3520位だからね、わかんないです浪人だと782位だもんね、2型、そうですね、数学2型が200点中178、も高いね、偏差値 73.9 も S レベルです。だって417位で全国、この時は満点狙えるんじゃないかってと言ってたんですけど、うんうん、1個だけ無理だみたいな問題が出て、うん、落として悔しかったみたいな記憶があります。だから数学は相当できるってこと、じゃあ東大志望よりもできるってことですよ、数学。いやー、どうでしょう。いや、共通テストだって彼取れないからね。ああ、なるほど。全然。で、現古漢、200点中107、やっぱ国語が弱い。成長してない。偏差値62点。あ、でも学力レベル A になってる。うん、そうですね。みんな苦手なんだな。13437位で、S になってるからね、6な私立文系型でも394位だからね。で、早稲田法学部が C 判定になってますね。で、早稲田社学は B になってるもん。多分国語が大きいか、うん、そうじゃないかって、うん、で早稲田商学部が C で慶応が商学部だ、あれ書いてあるの、自分で書いてる、 AG って書かれてるんだけど、これよくわかんないですね、足りないってこと、ああ、そうですね、なんか招集剤みたいな名前になってる、 AG、 使ってね金のやつでね、慶応の判定で、経済学部 A ですね、やっぱ引き続きで、立教法が A、 社会学部足りない、協定受けてないから、なんで協定にしてるんだ、足りてないんでしょ、協定、なんで期日模試で協定判定にしてるんだ、協定の模試受けてない、ほら本当だ青学も判定されてないし、中央も判定されてない、何やってんだもう 何してる、そういうとこだ、そういうとこですね、うん、はい、じゃあダメ、そういうのは、はい、そういうですね、よくないですね、科目判定されないのに書くとか、てんちゃんじゃないんだからちょっともうこういう結果だとね、はい、次が総計レベル、セカミがたまたま残ってたんで、なるほど、かわいのやつですよ、はい、ああ総計レベルもしね、と英語が200点中127を取れてるじゃん、相当取れてるよ、そうなんですかね、偏差値 75.2 だもんな、うん、平均 64.4 で、順位243位、うん、で数 2B104点、偏差値 53.1、 ここはダメだったのか、これはね覚えてるんですよね、そんなミスするかって感じだったんですけど、うん、解いてて、うん、あれなんか時間余裕あんな、でもちょっとむずいから、うん、最後まで解き切っちゃおうってやって、うん、残り2分パッて見たら裏にもう1問大問があって、なるほどね、そういうとこだぞ解いてないことね、大問4が0って微積0点になってるんですね、うん、これちょっとやらかしちゃったなっていう、で、国語が200点中88点、あ、偏差値 46.3 ですから、いやーすごい、5210で、で、法学部が D、 で社学 C、
小学部 D と、うん、多分一番下の判定ですよね D が、うん、なるほどね。いやなかなかひどいですね、うん、ちょっとまあでも可能性はあるでしょうから、ちょっと数学できるんだったら国語ですね。そうですね、はい、国語やるか小論やるかじゃないあそうですね、まあ、そうですね、もともと早稲田ずっと行きたかったんですけど、なんでなるほど。あと総大プレーですかね。お総大プレー、はい、両ゼミのやつね、はい、はい、で総大プレーは数学受験が小学部と社学のどっちか選べるんですけど、うん、で1学部しか志望できないんですよ。あ、なるほど、ね、どっちにしようかなってなって、でその時はまだ10月で小学部受けるか結構迷ってて、うん、なんで社学にして、あーなるほど、はい、社学の方が結構簡単だったような、問題見ても小学部の問題が、うん、うわっと、で英語66、あ偏差値 61.6、 まあ受験者数が少ね。そうですね。で国語が54、偏差値 48.6 で、数学社学方式86、あこれは偏差値 69.9 で高いですね、うん、1位じゃん全国あまあ少ないんで、うん、なるほどね、うん、B 判定ということで、なるほど、うわー、いやー惜しかったんだな。そうですね、まあ、この点数だけ見ても当落線上かなっていう感じですね、うん、多分大体。しかし成績開示は認めてください。これはね、はい、はい、いやー早稲田の壁っていうのはよく分かったと思いますんで、はい、でこれだけギリギリだったから多分あー本当ですか、相当応援してもらえるんじゃないかなと思います。そうですね、まあ一喜一憂せず、はい、まあ、はい、ぜひ見てもらえればと思います。ありがとうございました。テキモッチン、はい。